願いします。はい。FM ギドワンではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いてらっしゃる方は無料アプリリスラジまたはツイキャスで、ツイート以外にメールアドは797@fmギドワン.com です。コメントお待ちしております。皆さんこんにちは。星みゆきマリアメンズ革命の時間です。お昼、もうすぐお昼なんですけれど、皆さんどんな時間をお過ごしですか？今日も少しお時間を耳を拝借していただけたら嬉しいかなと思います。今日の素敵な番組サポーターは、皆さんこんにちは、ダンディモリッチですよろしくお願いします。今日はね、こういう形でまた進めていきたいんですが、今日のメンズ革命のテーマなんですけれどもね、仕事と収入ということで、ちょっとこうリアルな話をしたいんですけれども、リアルですね前回、前々回ぐらいまでにね、あの使命、人生の使命という話をしてたんですけれども、これ男女関わらずね、あの寿命ってそんなに、まあ、女性の方が長いとか言われてる、人生そんなに長くないんですね。で、現役でいられる時間っていうのはそんなに長くないので、やはり使命とかそういったものは大事というお話をしてきました。じゃあ実際にその使命を生かした形で仕事につけて、で収入もある程度得られている、それ以外の他の仕事をしなくても、その自分の一つの仕事だけで、ある程度一つ的を絞った仕事だけで収入を得て生活できている人って、実際沖縄だったらどれくらいいらっしゃいますかね。ダンディモリッチさん、どう思いますか？ちょっと男性だったらですね、結構ね、あの普通はですね、大学もしくは高校を卒業しますよね。そしたら会社に就職して、そして、まあ、ちょっと合わなく 1,2 年で合わないなと思ったら転職してっていうような、そんな方が結構意外と多いのではないかなと私は思います。でも男性にとって仕事っていうのは、あの切り離せない、人生と切り離せない存在ですよね。そうですね、はい。その辺でその最初の仕事選びというのはかなり慎重になるはずだと思いきや、結構、どうなんでしょうね、そこで周りの人の意見というのはなかなか聞けないですよね。まあ、昔と違って今はね、はい、とりあえずやってみて、はい、意外とまた合わなそうだな、変えてみようとかいうのが昔に比べて増えてきたような気がするんですけどね。転職も今は結構ね、あの意外とこう多めに見られている時代っていうことですよね。そうですね、昔一回入るとずっと、はい、まあ嫌でもそこで
延々とお仕事を続けてしまうとかいう時代もあったような気がするけれど、はいはいはい、最近の方がね、そうですね、これ合わないぞと思った時に、はい、パッと次に移ってしまうというのが、そうですね、そう思いますね。ですからそういうことも大事なんですけれども、例えば小さい時の夢とか、それからありますよね、それから使命であると思うんですよ。例えばその人がすごくギタリストでしたらね、ギターがすごく上手だと小さい時からやっていて、うん、でもギタリストとして生活は成り立たないと最初から思い込んでしまっていて、普通に就職する人って多分ね、沖縄は分からないんですけど、内地ですとね 90% はそういう道をたどってしまうと思うんですよね。なるほど、うん、ギターとかそういった音楽関係ではまず仕事にならないと思って、もうよく調べもせずに会社に就職してしまう人が多いと思うんです。それで自分の大事な才能をその時間に費やしてしまうという方が多いと思うんですね。でその辺に関してはなんでそういうことが起きてしまうのかというと、皆さん、歌い手、例えば歌手に私がなりたいと思ったとします、15歳の時になりたいと思ったとします。その時に、15歳じゃ今遅いって言われてるので、なりたいと思ったとします。その時にじゃあ実際歌手でどうやって仕事を成り立てて、そして生計を立てるのかということを徹底的に15歳の頭で考えていることができたら、これは確率が、仕事になる確率は結構あると思うんですよね。ちょっとこれ理想論ですけれど、だけれどもその歌手という仕組みを知らないで、歌の勉強だけしてボーカルスクールとか通っても、まずおそらくその人が歌手になって収入を得るというところまで行くにはかなり投資をしなければなりません。ですからまずその歌手というジャンル一つとっても、ギタリスト一つとっても、どうやったらそれが収入に結びついていくのかということを小さい時から考えていかなきゃいけないんですよね。そういう教育、根本的な教育になっちゃうんですけど、私は常々そう思いますね。そうですね。多くの人がですね、例えばダニモリチさんどうですか。確かに趣味の範囲でね、終わってしまいそうな、はい、やっぱり歌が好きだ、はい、ギターが好きだ、そうですね、始めてはいても、はい、それでそれを、ライフワークにね、なかなかね、なるまで、そうですね、ずっと趣味へ脇で趣味でっていう程度ならあるけれども、それで食べていけるとなるっていうのはなかなかないかもしれない、ね。ちょっと私の話をしますと、私フラメンコの講師をしてましてね、1970年代から習って、そして1980年代ちょうどいい時期ですね、日本がその時期から教え始めてるんですね。でも最初はもちろんフラメンコダンサーとして食べていける、教師として、講師ですよ、講師で教えて食べていけると思っていませんから、当然美術館とかに勤務していながらやってるわけなんです。でもある時にですね、両立が難しいのを気づいて、いろんな人そうですけれども、フラメンコに絞っていく、この段階で一応プロと呼ばれてしまうんですね。なんでプロというか、収入を得られたかというと、そこに需要があったんですよ。教えてほしいという、先生が少なくて現実的に需要と供給のバランスが悪かったから、供給側に回れたから先生になれただけのことで、私に特に才能があったわけではないんです、舞踊家としてのね。で皆さん多分おそらくそのプロって、踊りのプロってどういう人たちがプロなのかっていうことについて具体的に知ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。特にフラメンコとかわからないと思うんですよね。まず自分がなりたいその職業の仕組みを知って、その業界の中を探るっていうことが一つのキーワードになっていくと思いますね。自分の夢を実現するのに、現実的な方向を取るには、自分が本当にご自身が、例えばゴルフが好きだったら、ゴルフの、プロゴルファーになりたいと、もし夢を描いていたら、転職したいと思っていたら、その業界の近くにいることが仕組みを知る一つの方法だと思いますけれど、ちょっとこう曖昧かな。で私が今回このラジオで述べたいことは、人生は短いということ、それからその前回話していたその使命が仕事そして収入に結びついていけば本当にいいバランスになっていくわけなんですよね。エゾロガトじゃなくて、きちっとしたお金という代価で自分たちに支払われる方法をの方向に持っていったときに、初めてその情熱を傾けた、その結果が出てくる、目に見える形で出てくるわけなんです。
まあ、それだけではないですよ。人を喜ばせるとかそれでも十分なんですけれども、でも現実的には生活があるので、それが成り立たなければそれは無理。そして他のことをやってしまうと、やってもいいんですよ、だやってもいいんですけども、例えばどっちが本業か分からなくなっちゃった人ってたくさんいるんですよね、私の周りで。もともと例えばちょっと話が飛んで申し訳ないんですが、男性でね、俳優さんを志望してたすごく優秀な人がいました。ずっと小さい時から俳優志望で、男性なんですよ、やってた男性が、やっぱりその時間は不定期だし、就職もできないと。でも俳優の仕事は続けたいってなった時に、どういう手段を取ったかというと、その方はですね、お店を自分で経営者になりました。飲食店を経営し始めました。そしたら今どういうことになっているかというと、その方は経営、お店の経営者になってるんですよ。俳優さんはもう辞めちゃってるんですね。それだったら結局は俳優さんに慣れてないわけですから、両方やっているんだけれど、最初は俳優になるのが夢だった。しかしお金が稼げる生活の基盤となるその経営者の方に軸足をもう移してしまった時点で、もう俳優ではほとんどなくなって、今は俳優の仕事はしていないと思います。そういう方というのは、この方の場合はとても利発にそういうふうに軸足を移せたからいいんですけれども、そういう方がたくさんいらっしゃると思うんですね。こういうことに関してはどう思われますか。ダンディモチさん、じゃあ曲にそろそろ行きましょうか。ちょっと私ね、真面目な話になってしまって全然面白くないって言われちゃうんですけど、曲をちょっとね、この辺で真面目な話をこう凝縮して詰めなきゃいけないのでですね、ちょっと曲の紹介をいきたいなと思います。私の大好きな金城龍太さんの展覧会、前回、2018年、花楽園で使われていたジュエさん、不安なんですけれどもね、ジュエさんの曲で幻影都市、参りたいなと思います。いただいてますね。ブルガリさん、ゼンさん、昨日待たせたな、来たぜ俺参上、曲
はよはよって来てます。あ、話がつまらないから曲くださいってことだな。ありがとうございます。はい、 CM に行きます。ありがとうございます。星幸マリアメンズ革命、続けさせていただきます。ブルガリさん、ゼンさん、3000さん、姉さんよく見ると美人だね、素敵よって書いてくださってます。どうもありがとうございます。多分ね、ラジオいろいろ聞いてくださってらっしゃる方ですね。ありがとうございます。私もですね、 FM 宜野湾さん大好きでですね、とても、好きな、ラジオよく番組も聞いていますが、今日はですね、仕事と収入というお話、ちょっと硬いお話なんですけれども、我慢してくださいね。そんなわけでですね、仕事と収入、今、現実的に満足してらっしゃる方っていうのは本当に少ないと思うんですけれども、その何かのヒントになればいいかなと思います。大体その男性が仕事を嫌だなと思う時っていうのは、やはり女性もそうなんですけど、人間関係だったり、それに見合った収入がきちっと支払ってなかったり、それから評価がされなかったり、いろいろなことがあると思うんですよね。で、仕事は辛いものっていうふうな概念を持ってる方ってとても多いと思うんですね。ところが、もしその仕事を楽しくやることができたら、楽しく、このちょっと日本全体がね、楽しく仕事ができる、今日も朝早く仕事に行くんだ、ルンルンルンっていう気分で会社に行くことができたら、もしくは自営業の方なら楽しくシャッターを開ける、もしくは自分の気持ちを開いて、これから仕事なんだやるぞっていう気持ちになれる、そういったようなですねことで言うと、私はそういうことをもうちょっと勉強していきたいと思っているんですね。で、人生の中でその仕事の時間というのはとても長いわけですよ。例えば私がフラメンコ舞踊家であった時、そのフラメンコにかけている時間というのはどれくらいかというと、ほとんどこういうものというのは24時間体制で、24時間体制ってオーバーですね。まあでも頭の中からフラメンコから切り離すというのはとても難しいんですね。特に女性の場合、まあ、こういう自営業の場合は、かなり切り離すというのは難しいです、会社員と違って。ですから、まあ、24時間ほとんど考えているわけですよね。その、仕事とイコールそのフラメンコのことを考える人生になるをチョイスしざるを得なくなるんです。ということはですね、その人の人生を見たときに、その人はフラメンコの人生で生きたということになりますよね。もちろん女性だったらやるべきことがもっと別にあるので、男性とは違うと思いますけれども、男性の場合はお墓にどう書かれてしまうのか、ギタリストとして書かれるのか、何もしないで終わった人で書かれるのか、良いパパ家庭人として書かれるのか、お墓に書かれる言葉、それからもしくは、自分の人生を死ぬ間際に振り返ってですね、ああ僕はこれで良かったんだって、まあ、思える人生になれるかどうかの要の中の一つにですね、家庭以外に仕事というワードが入ってくると思います。そのお話を今しています。はい、皆さん、仕事中の世の中に貢献して初めて、一丁前の大人なんやっていうふうに、ブルガリ、3000さんとお呼びしていいでしょうか、書いてくださっていますね。ありがとうございます。その通りですね、人の、世の中に貢献して、そして人のためになってということですね。男性は仕事に対する、モチベーションやそれから概念っていうのはとても厳しいと思います、女性に比べると。そう言ったら女性怒るかな。
あのいわゆる仕事ですよ、世の中で言ってる仕事、家庭のことではなくてね。ですからその男性は男性なりのその仕事感っていうのを皆さん一人一人お聞きしたら持ってらっしゃると思うんですよね。まあそれが私言ったら何年って言われちゃうかもしれないんですが、まあそういった男性たちの仕事感なんかもね、あの聞いていきたいなと思います。で、ちょっとこれ女性の視点からね、あの私女性なんで許していただいて、思うんですけれども、その仕事で稼いでくる仕事、自分の仕事と使命とその収入がねいいバランスで回っている男性っていうのはやっぱり家庭に対しても余裕があると思うんですよね。でも時間を切り売りしている仕事、まあ、いわば、会社に入っている人っていうのは早く終わらないかなとか、この時間早く終わってお家に帰って、お夕飯食べたいなとか、そう思っている仕事の仕方をしている人っていうのはやっぱりその時間が長ければ長いほど、その自分をその時間を売ってもちろん収入を得てるんですけれども、何かちょっと受け身的な感じはしますよね。そういう仕事の仕方をしている人って結構実際は多いと思うんですけど、ダンディ・モリッツさんどうでしょう。ちょっと私男性の仕事の仕方についてもうちょっと知りたいんですけど、教えていただけますか。まあ、男性だと意外と割り切ってしまうかもしれないですね、はい、仕事だ仕事は仕事、はい、でその後やっぱり好きなことをやりたいぞっていうのはあると思うんですね、はい、うん、例えば釣りがしたいぞ、はい、だからってみんな端から魚屋さんになってるわけじゃないんだろうけど、はい、それで、まあ、あの車でどっかへドライブしてあの好きなとこ行きたいなって時間があればやりたいぞといろいろ思ってる人もいると思うんだけど、はい、なかなかね確かにそれをあの収入につなげていければね、サイドビジネスとしてですね、やっぱりあの、うん、そういう時間ってあの時間があった時にやってしまうことは好きなことをどうしてもやると思うんですね、はいはい、そういうものが直結して確かにね、うん、収入につながっていったら一番幸せかなって思いますけど、ね、そうですね、あの今のその、ね、そうですね、うん、20代30代の方がどう考えているかというのはちょっとわからないんですけれども、例えばスキルアップのためにその時間を使うということはしないんですか。例えば、銀行員だったとします。そしたら家に仕事を持ち帰るんではなくて、銀行員として今後、自分が自立したときに、その60代になって仕事を辞めたとき、もしくは転職するために自分の銀行員としてのスキルアップをする仕事にあの勉強に時間を当てるという発想はないですね。もちろんそういう時間にも使い、はい、まと思いますよね。現実的にはそのスキルアップの時間が私は日本にはないなと思うんですね、うん、それのパワーがないあの男性たちに、うん、だからスキルアップのパワーがあればですね、転職しても、ヘッドハンティングもされる可能性もあると思いますし、うん、起業した時でもですね、その職種に関してご自身が銀行員であれば 銀行員もしくは、そうですね、証券会社の方であれば証券マンとしてですね、あのより、毎日その時間をかけてるわけですから、あ、それに解放されたからってパッと別のことをやることもそれはいいと思うんですよ、まあ、やっぱりそういう意識を持ってないとね、はい、いけないです。そうですね、家に帰ってその勉強するというその時間が、日本の男性は極めて少ないと思いますね。よりもっとっていう意識をね、そうですね、高めている、あれ持ってないとなかなかできないんじゃないですかね。そうですね、そういう意味ではそういう意識を持つような自己暗示かけるとかね、そうですね、そういう方向の何かを考え出すか、自分でそういうのを作り出していかなきゃいけないかもしれない。今ここの、ね、沖縄の方たちは私ちょっとよくわからないんですけど、終身雇用というのが昔ありました。それから今後これからそれから終身雇用というのがなくなってですね、派遣になっているわけですよね、全国的に。でその中でどうやって自分のスキルを生かしていったらいいかって考えるそういう男性は増えていると思うんですが、まだまだ過渡期にあって、その終身雇用というイメージを持っている人たちもまだいることはいるんですよ、あのそういうシーラカンスみたいな男性たちが。だからその男性たちの話聞いても何の役にもあまり立たないですよね。今はもう要は首切られリストラされる時代なので、ですから実力主義の時代になってきているこの世の中で、今後どうやって安心してね生涯収入を得ていく方法なんか誰もわからないんですよ、基本的には、まあ、特に女性に関しては全くわからないです。わからない状態にあると思います。あのこれだというふうにネット上書かれていてもですね、それが自分に合っているかどうかわからないし、それはもう絶えず試行錯誤をしていくしか、トライアンドエラーをしていくしかわからない状況に女性の場合は少なくともあります。だその辺の男性の意見は次回またゆっくりちょっとお聞きしたいなと思いますね。やっぱりその意識革命につながってくるんでしょうね、うん、メンズ革命イコール意識を革命、ね、はい、つまりそういう意識を持っていかないと
ただ漠然ともちろん仕事してる人も漠然と、はい、結構いると思うんですよね。そうですね、確かにね、はい、でもそういう意識も持ってる人もいると、はい、うん、ブルガリさん、さんはですね、とても現実的なことを書いてくださってますよ、うん、わしの周りの友達はサイドビジネス言うてパチンコですぐ稼ぐ友達いますねとか、稼いでも税金いっぱい取られるべ、とてもユニークというかですね、本音だと思いますね。まあちょっとありがたいですね、こうやって書いていただいてね。確かにそういう方もいらっしゃると思いますね、パチンコで稼ぐというやり方もあるとは思います。ただ、まあ、いろんな、ね、やり方がもっとあると思うんで、パチンコ以外にもいろいろね、まあ、稼いでも税金いっぱい取られるから仕方がないやという考え方も、確かにブルガリさんのような考え方もありますよね。いろんな考え方、ぜひこういうふうにコメントを、ね、いただけたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。星見雪マリア愛のメッセージの時間です。男女問わず仕事、そして収入、そして自分の使命、人生における使命、これは人生の、そして生活の要になります。特に収入、仕事は生活の要になりますよね、基盤です。仕事によって自分は育てられる、辛いだけでなく人生の大半を占めるお仕事の時間、できるだけその人生設計を立て、辛いことも乗り越えながら楽しく豊かな人生を仕事を通じて送っていきたいなと思います。そういったことのお手伝いや、それからそういうことも少しずつ考えていきたいなと思っておりますので、今後ともメンズ革命をよろしくお願いいたします。星見ゆき愛のメッセージでした。皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、こんな感じでちょっと今日はしてみたんですけれども、大きなテーマでしたね。どうでしたか、なんで森田さん。なかなかいいテーマで、意識すること大事ですね。そうですね、少しでも考えていただいて、そしてこういうお話の場を設けていけたらいいなと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。